手日本代表のただのあやかです。川崎恵美子です。今日は恵美子にお任せします。はい、お任せされました。はい、お願いします。買ったの何をやろうかなと思ったんですけど、うん、結構ブレますと、はい、ブレます、お声がやっぱざっくり多い、うん、もうとにかくブレる、とにかく足がこうよろついちゃう、ぐらついちゃうっていう人が多いので、うんうん、なぜぐらつくかってなると、やっぱ軸が取れてないっていう原因がやっぱり大きいので、軸の取り方とあとはその重心移動楽にできるような、はい、教えてくれるの、練習を、練習方法っていうか、なんかその技術、うん、でも練習方法大事。そうだね、うん、はい、これ見てね、できるようになってほしい。基本、自分の軸を作る練習、片足立ちになって、はい、片足に足をかけて限界まで膝を曲げてください。はい、はい、でいろんな流派があると思うので、はい、こう中段受けでも何でもいいです、はい、基本なんか左右に体がぶれるような技がいいと思うんですけど、はい、まあ、手刀とかだと手刀の受け、うん、がいいと思うんだけど、この状態でとにかく受けをずっと出す練習、うん、これを早く早く出す。でこの時に腰も使ってほしい。腰も使ってひたすら技を出す。この難しい。そう、これ軸が取れてないと絶対にこういう状態になるので、まあ、これはもう受け何でもいいです。でこれさ、はい、こっち受けたらさ、こっち受けるんだけど、そう、ずっとずっとこっち、うん、これをもうひたすら早く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 やるような練習をぜひしてみてください。まあ、この練習はまあざっくりこんな感じでやってくださいって感じなんだけど、型の移動の中でどういう重心移動をするかっていうのを次はやっていきます。まあ、いろんな型で使えた方がいいので、まあ、結構ね共通するんだけど、180度、うん、回転するところ、回転っていうかその真後ろに、真後ろにこう振り向いたりとかする場面っていうのは、うん、体の回転が入ってくるので、うん、よく遠心力を使って体を振る人が多いです、うん、体を振るのはバブーバブーバブーびっくりした、もうバブーです。あやか先輩バブーです。絶対に軸、うんうんうん、これが自分の頭から下まで一本の棒があると思ってください、はい、この一本の棒がこの細い棒であってほしい。遠心力を使っちゃうと太い軸になっちゃうので、ああなるほどね、そう、振り回されちゃう自分の体が、はい、そう、なので基本的にはあまり軸の位置をずらさないのが大事です、うんうんうん、で180度と、あともう一つ軸足が変わる色、うん、まあ、ほとんどが軸足変わるんだけど、まずは軸足の説明、はい、とにかく次に軸足になる足に早く重心を乗せることが大事です、はい、結構いるのが例えば、まあ、こういうところから真後ろに行くときに上に行って下に落とす人が多いんだけど、うんうんうん、なんか決まりそうな感じするよね。そうそうそうだけど、まあ、型としてはあまり自分の頭の高さ変えたくないので、うん、基本的には頭の高さ変えずに軸を移動するんですが、うん、次に軸になる足に早く重心を乗せる、うん、そのままもうあとは技を出すだけ、うんうんうん、っていう状態を作ることがまず一つ目のポイント、はい、で次にポイントが、そう、重心を乗せることと次の技、次の立ち方の足を素早く作ることが大事です。例えば、まあ、今自分は猫足の移動、猫足の回転をしてるんですけど、次の足がこう中途半端に落として回転とかだと足がすっちゃうので、とにかく体が追ってかれやすい、うんうんうん、これ足元はあれかな、見にくいと思うんですけど、次の完成形の四股立ちって、四股立ち猫足はこの状態になるんですよ、はい、だからこの次の完成形の足に素早く足を持ってくると楽です。例えば
落として回転ってなると二挙動になっちゃいます。なのでスピードももちろん落ちるので先にこの足を作る。そうすると一挙動でも、うんうん、猫足の足を作ることができるので上半身が余裕が出るんですよ。そうするとあのブレない、うん、ブレないにつながるブレないにつながるブレにくくなる、ブレにくくなる、うん、もう下をとにかく早く完成させる、うん、です、はい、なので足の立ち方の足を早く作ることと重心をこの足次の軸足に早く乗せるっていう2つのポイントを押さえるとどんな回転も上手にできる、うん、へえ。どんな回転もどんな回転もあのどんな回転もどんな立ち方の目線は、うん、こう足をこうやった瞬間に見る、うん、遅いと思う。おまあ肩は基本次に来る相手に対して技を出すので技と同時だともう来ることを予知してることになっちゃうので、うん、基本次の場所を確認してから技を見てから、うん、見るのが最初。見て足を移動させて決める。でさっきの重心の移動の時に同時にやってあげると、うん、全部が一つにまとまってできるので 1,2 何個にも分けない、うんうんうん、こう一個にまとめちゃう。1ってまとめてから1なるべく挙動を少なくするっていうのをちょっと考えてあげるとスピードアップにもつながります。なるほど、うん、組手と一緒だ。そうだね、組手も体動いて突き出ると遅いから全部一緒に動かす、うんうん、肩も一緒なのね。肩も一緒。それを例えば練習方法としては、うん、こうゆっくりやった方がいいのか最初こう形からちゃんとやった方がいいのか、うんうんうん、もういきなり早く、あそう全部を早くやった方がいいと思う。早く、うん、なるほど。もうゆっくりやる練習あんまり意味ないので。あそうなんだむしろその実際の試合で肩を打つ時の何倍も力とスピードを意識して部分練習をするとちょっとできないなって思ってもできてるっていう状態を作ってあげる。あそう、部分練習でやっと100点ってなっちゃうと肩を通した時70点の完成度になっちゃうので、うん、部分練習はもう150点200点をもう目指してやってちょっと通して体力がないなっていう時でも100に近いパフォーマンスができるように。なるほどね。そうはあ。部分練習はね結構みんなこれでできた完成って思い込んじゃうけど、うん、それ以上のことをやってほしいな。細かいところ、はい、細かいところね、はい、その体重移動は本当にみんながどうすればいいんだろうってなるところだと思う、うんうんうん、本当に多いのが多分さっきの受けだとこう向くじゃん、うん、こう向いてからよいしょっていう一動作が入っちゃうのでそれがすごく無駄です。はい、はい、無駄なことはやめましょう無駄です無駄を削りましょう削りましょうそんな感じで、はい、シンプルにそれを意識して。例えば何回やるとかあるの？ああ何回ってあんまり言いたくないけど、うん、納得するまで自分が、うん、あの止まるなって思う、うんうんうん、あ止まってんな自分って思うぐらいまでってこと、うん、あとなんか肩の中で使う回転の練習をした方がいい。やっぱりそうだね、うん、もう技をその方の技でやるってことだよね、うん、そうね。はい、そんな感じです。はい、今日は重心の移動と、うん、あとあのその軸を早く作るためのその場でのね、うん、その場でのこの基礎ができてるかできてないかで、うん、マジで大事だね。いくらさ、うん、手をさうまくしてもさ、そう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 やっぱり下半身が安定してると絶対下半身大事ですね。肩も組手も本当に上手になると思うので、はい、はい、やってみてください。やってみます。なんていうかシンプルなので、そうだね誰でもできるから、はい、やってみましょう。はい、では今日の動画がためになったよってことはいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ癖癖